渋谷ヤイ像ヤイ像は、伊豆諸島新島村の名物の石像。イースター島のモアイをモデルにしたもの。本物の像を移築したものではない。新島には、高化石という珍しい石が産出する。これは、新島とイタリアのリーパリ島のみで採掘されると言われ、新島での埋蔵量は約10億トンと推定されている。軽く、また彫刻島等で容易に加工できるという性質を、 持つ。この石を材料として作られたオブジェが、もやい像である。地元の観光協会理事で、アーティストの第五祐一が考案したもので、新島の、もやいの丘など島の各地には、多数のもやい像が存在する。デザインも、イースター島のもやい像を真似た形だけではなく、様々な形状のものがある。もやいは、もやいを真似た名前であるが、同時に、日本語の動詞、もやう、もやう。 最うの意もあり、後者は日本の多くの地方では今では使われなくなった言葉だが、新島では使われているという。新島は昭和50年代には盛んに日本各地にヤイ像を制作して寄贈した。ヤイ像の中で最も有名なものが東京都渋谷区の渋谷駅西口にある渋谷ヤイ像であろう。これは1980年に 新島の東京都遺憾100年を記念して、新島から渋谷区へ寄贈されたものである。除幕式が行われたのは、同年9月25日で、前日の、もやいという言葉を説明した同日付の碑文が、茂った草に隠れつつ、像の傍らに置かれている。イースター島のモアイ像に似ているが、胴体部分はなく、エーブのかかった頭髪を加えたようなデザインとなっている。 バス停側とコインロッカー側で2種類の顔を持つのも特徴となっている。作者の孫によると、髪の長い顔はサーファーの暗記を表し、髭のある顔はインジーで、かつて流刑地であった新島のルニンをモチーフにしたという。中堅八構造とは駅を挟んだ反対側にあり、待ち合わせスポットの一つとなっている。休日の夕方などには混雑するが、 通行人の多い交差点に近接する8構造前よりは幾分空いている場合が多い。2009年、アニメのキャラクター、ルパン三世に盗んで欲しいものを募集するサイトが企画したプロジェクトにおいて多数投票があり、同年12月1日、モヤイ像を盗むと犯行予告が行われ、7日未明、予告通りにモヤイ像は盗み出され、モヤイ像のあった場所には、 ルパンのサインが残された。モヤイ像は、新島に輸送され洗浄を行った後、12月21日、未明に同所に戻された。この企画は、新島観光協会や渋谷警察署などの協力で実現した。2018年には、作者の孫が、モヤイ像の汚れを、ツイッターで嘆いたところ、テレビ局の目に留まり、モヤイ像洗浄が番組として放送された。 東京都大田区の蒲田駅、東口駅前広場に存在する。もともと2体が寄贈されて置かれていたが、現在では1体のみとなっている。もう1体の模屋依像は長らく倉庫に保管されていたが、1998年、ところジョージが司会を務めるテレビ番組、書的打足講座で取り上げられ、番組を通じて、日本各地にもらい手応募集。3000通もの応募があり、抽選の結果、 青森県深浦町へ送られることとなり、もやい像は現地に運ばれた。町内の観光施設、ウェスパー椿山に設置され、観光の目玉となっている。東京都竹芝桟橋の、ニューピア竹芝島に存在する。茨城県石岡市の柏原池公園、静岡県下田市の道の駅開国下田港にも、それぞれ存在している。ありがとうございます。